皆さんこんばんは、 MK です。 MK の海でマイクラ、今回は前回攻略したトライアルチャンバーで入手した新アイテム不気味な瓶を使って強化された不吉なトライアルチャンバーに挑戦していければと思います。何を言ってるのかわからないという方もいると思うので一応説明しておきますと、前回トライアルチャンバー一通り、トライアルスポナーから出てくる敵を倒してこの宝物庫、なんとか開けていくことができましたよね。でその開けた中から出てきた新アイテム不吉な予感が入った不気味な瓶、これを使用すると、まあ、不吉な予感っていう効果がついてトライアルチャンバーに侵入した時に不吉なトライアルチャンバーが起こるようになるみたいなんですよ。でどうやら防具とかをつけた敵がいっぱい出てきたりとか、あと敵の数がシンプルに増えたりとか、まあ強化された、トライアルチャンバーに挑戦できるようになると。でその強化されたトライアルチャンバーを攻略した時に、一定確率で不吉なチャレンジキーというものがゲットできるらしくてですね、その不吉なチャレンジキーを使うとこの前回開けられなかった宝物庫あるじゃないですか、この怪しいやつですよね。でこの中からさらに豪華なアイテムがもらえると。でその中にまたこれもややこしい話なんですけど、新しく追加されたメイスっていう武器があるんですよね。でそのメイスの素材が入ってることがあると、ということで今回はそのメイスの素材を狙って不吉なトライアルチャンバー攻略していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。みんなわかった？ MK さんの説明で今回の目的めちゃくちゃややこしいので、わかんなかった方がいたらもう一回巻き戻して聞いてみてください。ということでよし、じゃあもう早速いきますよ。これを飲んだら多分不吉なトライアルチャンバーが開始されるかと思います。よし、じゃあ早速飲んでいきましょう。不気味な液体飲みたくないけどね。はい、これで不吉な予感つきましたよ。どうなる？あ、近づかないと発動しない感じ。こんにちは。うわー、復活した！スポナーが、そして前回とは違う色の、おーおー、あれが出てますよね。光が、わ、たたたたたた。敵の数は特に増えてるようには見えないけど、あ、でも確かに防具つけてるな。前回あんまりね、防具を着たスケルトンとかは出てこなかったんですけど、防具をつけたやつも出てくるようになりました。なんか心なしか攻撃が激しいような気もするぞ。そしてさらに防具ついたやつが出てきて、全然近づけないんだが、うわー！シルバーフィッシュとかも出てきた。これシンプルに敵の種類が増えるのか。そう、前回はねブリーズを倒したんですけども、どうやら新しいモブの中でボグドってやつがいるらしいんですよ。そいつにもできれば会いたいなと思うんですけど、あれはボグドのスポナーがないと無理なんかな。ちょっとそのあたり分かりませんが、とりあえず、ガンガン攻略していきましょう。これ何の効果がついてんの？なんかよくわかんねえ。これ新しい効果、シルバーフィッシュのアイコンになってない？右上シルバーフィッシュが湧くっていう効果なの？だとしたらかなり厄介なんだが、なんだその効果。うん、確かにシルバーフィッシュは湧いてるよね。シルバーフィッシュ、やっぱりそうじゃない？これ体からさ、シルバーフィッシュが湧いてくるっていうとんでも迷惑能力なのでは？終わった。あ、終わった。お肉か。お肉しかゲットできない。そう、ここで不吉なチャレンジキーってやつをゲットしたいんですよ。まあまあまあ、こればっかりは運ですからね。よし、じゃあ引き続き頑張っていきましょうか。そこにもスポナーあるからね。ゴー！ここはブリーズのスポナーだったかと思います。あ、やっぱボグドと出会うにはさ、ボグドのスポナーがないといけないんじゃないの？ちょっと待って、どこ行った？ブリーズ。あ、いた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 。そう、MK さん結構ね、がっつりエンチャントした防具を着てるんで、多分負けることはないかと思います。なんか、良くも悪くも勝てるとは思いますので、そこのところはご安心ください。ということで、もうちょっとね、せっかくこの強化されたトライアルチャンバーだからさ、いい戦いが見たかったという方もいると思うんですが、たださ、奥の方結構さ、トライアル、チャンバーじゃねえ、トライアルスポナーが密集してるところがあるから、結構そこはきついんじゃないかな。今から心配ではございますが、めっちゃジャンプするよね。お、ね、なんかさ、前回から MK さん編集しててちょっと気づいたんだけどさ、こいつのさ煙、なんかこういうさ、なんていうの、仕掛けを作動する臭いんだよな。ボタンを押したりとか、あとはこの何なんていうの、このパタンパタンとかを発動させてるっぽいんだ。来たんじゃない？これじゃない？やったー！不気味なチャレンジキーか。不気味と不吉がごちゃごちゃになってるんですけど、不気味なチャレンジキーゲットすることができました。これをあの宝箱に使えば、そのメイスの素材が低確率でゲットできるらしいんですが、これさ、今の MK さんの不吉の効果が切れるのが怖いからさ、今のうちに
ちょっと早くいろんなスポナー回っちゃっていいですか。もしかしたらもっと不吉なチャレンジ機、不気味なチャレンジ機ゲットできる可能性もあるんでね。てかこれよく見たら下骨ブロックになってんだ。お、やっぱりほら防具着てるわこいつら。ちょ待って、背中をこっちにして戦った方がいいな。結構ノックバックの矢を持ってるやつが多い感じがする、見てる感じ。そう、これちゃんとね矢がエンチャントされてるんすよこいつら。ほら前回あんまりエンチャントされてなかったよね。あれまだか。あと君、オッケー倒した。不気味なチャレンジ機出てき、おおすごい、2本目。え、これ結構レアなんじゃないの。で、あの不気味な宝物庫っていうのかな、あれが不気味な宝物庫が3個あるんですよ。前回探索した感じここに1個あって、あだこっちはもうあのスポナーないんで無視するとして、ね、この向かった先にも1個あって、プラスここにも1個あるんだよね。ほらほらほら、だからこの3つ開けたいから、不気味なチャレンジ機できればもう1個どっかでゲットできればと思いますので、皆さんもちょっと確率なんで祈ってください。そしたら待てよ、この辺りはてかめっちゃ手に入ってんな、ブリーズロット。まあ MK さんの剣がね、なんだったっけ、アイテムボーナス、あドロップ増加っていうのか、アイテムボーナスじゃなかった昔。ちょっと呼び方がちょこちょこ変わるんですけど、このゲーム、このアイテムボーナスの3が入ってる、マックスのやつが入ってるんで、結構あのドロップさえしてくれれば数が手に入る感じになっております。はい、なので、あ待って、今の壊しちゃった、間違って、あーシルクタッチのあれで倒すんだったツルハシで、まあまあまあしょうがないですね。壺割っちゃいましたが、ここでもさ不気味なチャレンジキー出てこねえかな。3つ欲しいんだよ3つ。まあただ向こうにも結構スポナーあるから、向こうでもいいぞ。あの煙は何、何の効果があるんだ。ほら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 、なあれ何、あれ何、これ何これさっきから全然分かってないんだけど、なんか空中でさ、このなんか瓶みたいなのが破裂してない？え？これも前回なかったよね。不気味なチャレンジ、不吉なチャレンジでしか多分起こらない現象なんだと思いますけども、はい、これで雲全員倒したと思いきや、まだ、あ、そしてこの辺り全然壺割ってないわ。ちょっと待って、終わった？雲まだ終わってねえか。雲まだいるな。ちょっと待って、この辺りの壺を壊したい。そう、あのね柄が入った壺はね確定でダイヤが出る臭いんですよ、前回見てる感じ。あれ雲、ちょ、あ、いた、君が多分最後の一匹かと思います。ということでチャレンジ機出てくれてもいいんですけど、出てないか。蜂蜜、お、力のポーションだって。へえ、使おうかな。なんかここで使わないでどこで使うって感じだから、ちょっと向こう行く直前ぐらいに使うか。そしたらこれダイヤ確定だよ多分。ほい、確定じゃないの前回さ、この柄が入ってる壺はダイヤ確定だったんだよ。うわ、じゃああれ運だったのか。運だね、マジか。運が良すぎて確定かと思ってたわ。そしたら向こう側の壺今あったよね。あー、なんか微妙にこれなんて言うんだったっけ、グローランタンだったっけ、あちょっと名前忘れちゃったけど、にかぶさっておりましたが、これで壺全部終わったかな。あー、もう一個あった、ダイヤ。確定じゃないじゃん、全然確定じゃないじゃん。なんなら前回運が良すぎたんだ。そしたらさ、ちょっとこれ入れ物が満タンになってきたから、チェストもう一個上に作って、ここにも、はい、物を入れていきましょう。力のポーションちょっと使いたいから、これだけちょっと飲みますか。飲んで一気に、あ待って、これ一個だけ余ってるからこれ食べちゃうね報酬だったんだけど、まあ別に残しとく意味もないんで、ということで、じゃあ力のポーションを飲んで、レッツラゴー、行くぞそう、向こうにねまだスポナーがね4つぐらいあるから、ちょっと不吉なチャレンジ機1個出てほしいな。行くぞ。この辺り、この上だったかな。ほい、上、あ違う、そあほらここにね1個宝箱あるでしょ、これで3つなのよ。だから3つ開けたいんだ今回。はい、ここだな、行くぞ。あらららら、ちょ、発動はしたからあれだ、湧いてはくれるはず。こっから待て、落ち着け、一旦上に上がって、うわー敵、ちょっと待って、敵いすぎだな、これいけるか私。待てよ、そこで戦うの結構きつい。よしまずはブリーズを倒してった方がいいと思う。ブリーズが多分ね一番厄介なんだよ今回。あらー、ちょ待って、あブリーズいた。はいはい、ちょっとこの辺暗いですね。明るくしてから戦っていきましょう。はい、ブリーズを、なんだそれ、ちょよく、うわー、何、スライム、うなんかよくわかんない、スライムの効果がついてるよ。何このスライムの効果、ちょこれあれか、またさっきのシルバーフィッシュみたいな感じで
スライムが勝手に湧いてくるっていう効果じゃない？どんだけ？え、敵が湧いてくるっていうこの効果、ずるすぎだろ相手。これさ、スライムはじゃあ後だ。スライム後にしないと、これどん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 効果かけられて、スライムだけ無限に出てくるから。てかこれさ、なんかあれにもできそうじゃない？装置とかにもできそうじゃない？このスライムのさ、効果さえもらえてればさ、スライム無限に出てくるわけでしょ？なんか経験値トラップとかにできそうな気がするのは MK さんだけでしょうか。ちょっと今後そういうのも作ってみたいななんて思っておりますが、はい、雲がたくさんいますよ。雲倒していきましょう。そしてスケルトンも倒すよ。ちょ待て待て、スライム湧きすぎ。そろそろスライムの効果が切れるかと思いますけども、ちゃんと全員処理しないとまたスライムの効果食らう可能性あるからな。上でさ、キュルキュルキュルって回ってる瓶がさ、スライムの効果とかシルバーフィッシュの効果与えてんのか全然わかんねえんだけども。はい、ということでいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。そろそろ終わった？まだか。ああ、ここ出てきたけど、ベイクドポテト。ああ、シルバーフィッシュ出てきた。シルバーフィッシュいらない。そしてベイクドポテトもいらねえな。ベイクドポテトマジか。ちょっと待てよ、不吉なチャレンジ機、あと1個欲しいんだよ。ちょっと待って、1回スライム倒すわ、ややこしい。はい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 、スライムもいい、スライムもいいから。このさ、矢にもなんか効果がついてるっぽいから、この矢も触らないようにしよう。スライムボールと、これスライムボールのあれもできそうじゃない？うわ、うわ、またついちゃった。その緑のやつがスライムなんだ。一旦無視。はい、いっ、うわ、出た、来た、不気味なチャレンジキー3本目、ありがとう。これで全部開けれるわ。そしたらちょっと待てよ、他のも終わらす。君か。はい、ああ、この雲のやつだ。雲のやつが無限にスライムのやつ出してる。スライムの効果。待って、どこどこどこ。はい、ブリーズ。はい、雲倒すよ。で、ブリーズも倒すよ。これでどう？はい、うわぁ、上上がった。ブリーズ、うわぁ。この着地攻撃みたいなのもしてくんのやめて。これで終わった？まだ？ちょっと待って。はい、はい、はい。スライムガンガン倒して。なんか、脇終わった臭くない？まだだな、まだだな。まだなんかポーションのギュインって落としてんな。どこ？まだいるんだろ。お、金の人参。いや、いらないんだけどな。待って、ここ、何これ、中見て。雲だ、雲がまだどっかにいるはず。雲どこ、いた。うわ、変なとこ行くなよ君。どうやってそこ行ったのか逆に教えてほしいわ。ということで、おれ、待て、おれ、いいぞ、おい、あ、待て、おれ、おれ、オーケー、ナイス。これで全滅か、これで全滅。まだ、あー、全滅だ。ただお肉だ。まあまあまあ、不吉なチャレンジキーがゲットできたからいいけどさ。そしたらちょっと残ったスライム倒すか。スライムが湧くっていうその効果やめて、それ強すぎない？こんなん今までなかったよね。あれ、いや、あったんかな、この1年の間ぐらいに。どうなんですか、ちょっと皆さん、 MK さん1年間マイクラちょっとあまり更新できてなくて、ちょっとついてきてないんで、もし前からあったよということがあったら教えてください。言うて今回からだと思うけどな。こんなシルバーフィッシュとかさ、何、まあ、まだ落とするぞ。スライムとかモンスターがさ無限湧きするみたいな効果ってなかったと思うけどな。はい、君が最後かな。ということで、不気味なチャレンジキー、なんとか3つ入手することができました。これでそのメイスの素材をなんとか入手したいんですよ。でこっからもちょっとまた問題がちょこちょこあるんですけども、結構な低確率らしいんです。まず第一に、その不気味なチャレンジキーを使って、なんていうの、不気味な宝物庫を開けたとしても出てくるかどうかがまずかなりの運ゲーだと。で、かつですよ、この不気味な宝物庫で入手できる限定アイテム、この宝物庫でしか出てこないアイテムが他にも、家事テンプレートがあるのかな、家事テンプレートと、CD があるくさいんですよ。 CD と、あとはなんか旗の模様もあるらしいので、まあ、それの何かは絶対ゲットしたい。かつ、まあそのあれが出れば、メイスの素材が出れば、ヘビーブロックだったかな、それが出れば大勝利。っていうか待って、もう結構時間経ってんな。今日は一旦これで終わりますか。ちょっと今回は不吉な、なんだったっけ、トレジャーハンターじゃなくて、チャンバーラッシュをクリアしたということで、トライアルチャンバーね、クリアしたということで、一旦今回はちょっとこれで終わりたいと思います。ちょっと汗だくなんで、次回じゃあこの不気味なチャレンジ機3本使って、なんとかメイスの素材
出していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。この骸骨のエフェクトいつになったら終わんの？